みんな聞いてくれ。あの依頼人と来たら何にも分かってないんだ。僕のやることにいちいちケチをつけてさ。依頼人を変えたら？誰に変えたって同じだ。僕はもう何ヶ月もゆっくり休んでないんだぞ。金持ちってそんなに偉いのか？モラがあれば人に設計を何度やり直させたっていいのかよ！転職するには遅すぎる。その苦しみを楽しむといい。それに依頼人が言わずとも、君は自ら夜中に設計案を修正するだろう。僕そんなことしてないぞ。そう悲観するな。新しいジョークを思いついたから、一つ話してやろう。君のジョークは今日の目玉だからさ。後にしない？うん、そうしよう。僕は、まあいい。もう考えるのはやめだ。今日はとことん飲んで、酔うまで帰らないぞ。